こんにちは、ラスカルでございます。今日はですね、最近ここの店内映してる方がいらっしゃったんで、もしかしたら分かる方もいると思うんですけど、柏にありますどんぶらこさんにお邪魔しております。というのもですね、こちらのお店去年の11月に、グランドオープンしまして、今チャレンジメニューを行っているんですよ。その動画がね、先日マックさんも公開されていたんですけど、内容の方が一応茹で前 1.5 キロの麺に、野菜が2キロで、スープが 900cc の豚1本分丸々乗ったチャレンジメニューとなっておりまして、一応ね、制限時間が30分で、クリアすると無料プラス粗品で、失敗するとお支払いが5000円となるそうです。ちょっとマックスさんからね、事前にラスカルなら僕の記録を抜くだろうみたいなことをお店にお話したみたいで、ちょっと煽られてるので、また今回本気でちょっとチャレンジに挑もうかと思います。なのでね、飲食のマナーとかにそぐわない部分があるかと思うんですけども、あらかじめご了承してご視聴いただくようにお願いします。あやす、おおほうほうほう、でーすり鉢重ねた分ぐらい高さありますね、これ。はい、5、4、3、2、1、スタートです。すいません、いただきます。ありがとうございます。はい、これはやばい。うまっ。うん、うん、うん、急ぐのもったいないですね、これ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。ちょっと熱くないですか、なんとか。
全部麺うわもうね、麺がぎっちりしかね、すげえ重いんだほら、指が取れそうになる。辛いの得意。あ、はい。オロチョ使える。お、オロチョ。締めにじゃあ。後でちょっと味変にいただきます。はい、うん、おーもう11分早いありがとうございます、はい、じゃあオロちゃん、うまっ、うまい、めっちゃうまいですね。ありがとうございます。これね、乳化しすぎてないタイプにやっぱりジャン系はね、すげえ美味しいんだよ。うまっ、スープの温度を冷ますために出してたやつを一回戻します。うわ、
ごちそうです。めちゃめちゃ早い。よかった。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。こちらのお店、もともと鉄板焼きとかやったお店でして、カウンターの方にも鉄板の機材があるんですよ。なんで、豚も全部焼き豚にしてくれたりとかしてて、もうめちゃめちゃとにかくね、柔らかいし、香ばしいし、もうほんとうまい。食べに来てください、もうぜひ。もちろんね、お店の店内とかもお酒が置いてあったりとか、テーブル席もあって、女性のお客さんとかでも気兼ねなく入れるようなお店になってるんで、うちの系食べてみたいなとか、もうそういう気になってるお客さんこそ、ぜひ食べに来てみてください。ごちそうさまでした。